こんにちは。こんにちは。今日はですね、心拍の石突きを作ろうと思います、うん、構想としましては、これ今株立ちですかね。ですね、うん、引き流し受験になります、うん、はい、これをこっちの石につけてみないかと。つけてみないかというね、はい、ご提案をいただきまして、ご提案をいただいたと。で、じゃあその形でやってみようということですね。このくぼんでいる部分に、うん、毛と土を持って、その上に根っこをかぶせて、今要は石突きなんですけど、うん、こう吹き流しでくぼんだこのね、岩の間からこうガーッと枝が流れてる、そういうような木にしたいなというふうに思ってます、うん。まあ、この辺にはちょっと草かなんか、長寿梅かなんかを植えて、はい、全体的に作り上げるっていうような算段でおります。やってみないとわからなかったり、植え付けの角度とかもどうなるかわからない問題もあるので、うん、まずは針金を盆栽にかけます、はい、でちょっと後日になるかもしれませんけども、はい、いろいろ用意した状態でここにつけていくっていうような動画になるかなというふうに思います。前はね、毛と土がなくて小岩さんに、はい、失礼しました今仮パクになってますので。仮パクになってる、はい、で昨日作りましたので、あ、はい、よかったです。お返ししたいと思います。お返しするの、お返しで、所沢からあのいい毛と土も、あ、そう、手に入りましたので、それを使ってやっていきたいと思います。頑張ります。はい。じゃあ軽くこの木の説明をしたいと思います、はい、この木は糸魚川心拍の株立ちなんですけども、この木は去年の7月ぐらいに当時に来た木でして、うん、僕が一目惚れした木なんですね。この動きだったりとか、自然にこう流れてる様だったりとか、はい、やっぱりこの自然感っていうのを好きで、うん、でうちのお客さんに勧めたところ、じゃあ買っとくよっていうことで買ってくれた木なんですね、はい、この木がちょっと弱かったというか、来た時はもう肥料も何も与えられない状態で痩せ細ってた木なんだので、1年待ちましょうかっていうことでちょっと肥料をあげながら待った状態ですね、うん、ちょっと今見てみますと胴吹きも結構し始めました、はい、で枝も少し前に比べたら柔らかくなってます、うん、っていうことは栄養が行き届いてしっかり木が動いてるっていうことなので、このタイミングでちょっとやってみようかなというふうに思った次第です。ちょっとこの木の欠点というか難点というかを説明しますと、この木実は4冠になってます。4本で、盆栽でいうと偶数っていうのは、2本以外、まあ、4本6本とかっていうのは、少しバランスが取れてしまうというので毛嫌いされている傾向にありますね、うん、基本的に盆栽って自然の縮図なので均等が取れてないのが普通だろうっていう考え方ですから、はい、奇数が一番やっぱ理想と言われてますね、うん、ここに元は1本あったのが枯れてしまって4冠になっている状況です。ただここに陣をわざと僕は残しといたんですね、まあ、5本あったですよっていうことを、はい、あの説明したかったので、なので、まあ、4冠なんですけど全部1本切って3冠にせずにこのままやっていこうかなというふうに思っております、うん、あと全体的に葉っぱのバランスが上と下でちょっと違いますよね。やはり長い方になっていくと葉っぱの量が少なかったりとか、上がちょっと太い枝が込みすぎてたりとか、うん、そういうようなバランスの感じになっているので、上も透かしながら全体的には同じバランスになるような針金かけをしたいなというふうに思ってます。はい、なんか綺麗に棚作るだけでいい気になりそうですね、これ ね、太い針金を途中から途中からですね、うん、かけております。かけて曲げたいと、植えた時斜めになるから下げれるようにっていうところですね。結構やってます。夕日ですね、はい、ちょっとあの今日は終わらないのでまた後日やって、で後日Q さん来た時に、石につけられるような状態までやっていこうかなというふうに思います。終わりました。はい、せーの、1週間1週間あれ1週間経ちました。そういう形で針金がかかりました、はい、ポイントとしては棚は少し小さめにポンポンポンとなるような感じで、全体のシルエットはこっちに流れるような、普通だったらこういう長い枝ってねつかないと思うんですけど、この株立ちならではの
動きっていうのが魅力だと思ったんで、わざと残しておきました。こういう形で針金ができたので、今度はこれを石につけていきたいなというふうに思います。もうすごい綺麗になりましたね。暴れてたのでこの辺がこんもりあったと思うんですよ、うん、これをグッと下げ気味にしてちょっと作りました。なるほど、はい、さすがの。いえ、もうこれで先生、いえ、ポイントとしては石についた時どれぐらいの幅になるかなとか、うん、正面に来すぎるかなとか、そういうのを考えて、例えばこの辺の枝なんかはだいぶ前に来すぎていたので、もう取っちゃった方がスッキリするなと思って取っちゃいました。なるほど。ただこいつも生きてるし、こいつも生きてるので、うん、この幹自体は生きてますので、今度やることとしてはこれにシャリを入れてあげたりとかすると、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、1回目はこれぐらいでいいんじゃないでしょうかね。じゃあこちらを石につけていく。つけていきます。そういうこと。はい。じゃあまた場所を移動しましょう。移動します。はい、よし来ました、はい、先ほど説明したこの心拍の、うん、木をこちらの石につけていこうと思っております、はい、で構造としましてはこれがこういう風になって、うん、全体の流れはもう本当に左にぐわっと風に吹かれたようなイメージです、はい、もう一個長寿梅をちょっと添えというかこの辺にポッとつけてあげることによって、うん、完全に流れが左なので逆サイドにもちょっと飾りがあった方がいいかなと思って、ここにつける。もうちょっとちっちゃくするのかな。いや、意外とね、この辺の方ができる。この木が大きい分、はいはい、ちょっと大きい方がいいかなと思って、これにはちょっと見つけていきました、はい、あと、これ石章と、黄金石だ。石章はこの辺かなという想定でいますね、はい、この、まあ、空洞が特徴的な木なのでそこに 目線が行くように、でこの辺はちょっと細切りにしてこういうところにちょちょちょっと、はい、行けばいいんじゃないかと思っております、はい、石付きは、準備が8割ということで、前回、はい、前回ケト土がなかったよね。まずね、松竹梅じゃなかった。まず松竹梅ですらなかった。松竹梅じゃなかったね。新竹梅になりました。そう、新竹梅、はい、これもそうならないことを言う、そうね、逆に松竹梅になっちゃうかもしれないんですけど、うん、それにならないように構想をしております、はい、なのでまず昨日の時点でここエポキシ製のモルタルを使って針金固定しました、うん、ここに、まあ、これで1個かな、うん、でこれで1個でプラスでちょっとここに同じ石質のちょっと欠けたやつがあったので、うん、少しだけここにくっつけた、くっつけました。なんでかというとここに全体に土を盛りたいんですけど、うん、このまま斜面だと多分であって流れるかなと思ったので、うん、これだけストッパーがあるとここにこうやって土を盛ってあげれば、うん、崩れ落ちないんじゃないかな。なるほど。こういう形で、つけてみました、はい、石質は全くね同じ石なので、うん、そんなにおかしくないんじゃないかなというふうに思いますので、はい、こういう形でやっていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあまずメインとなるこの心拍の根っこをほぐしてですね、はい、ここに合うように作業していきたいと思います、はい、まずこの針金を外して鉢と心拍を別々にします。冒頭話したかもしれないんですけど、はい、この木は僕がいいなと思って惚れて、うん、でうちに仕入れてもらって旦那に、はい、そのままお客さんに勧めたらその方も気に入って、うん、で購入していただいた経緯があります、はい、でなおかつこの石付きもその方の提案というかご意向によってやれるのでいい作品にできればなというふうに思っている。そうですね、はい、なかなか最初聞いた時はえって感じだったね、うんうん、けどまあいろいろやっていく中でこれが形となったら多分いい気になるんじゃないかなと思って確かにおります。これが松にならないように、うん、松になる可能性もまだではないと、ま、どっちがメインだったんですか。はい、抜けました、はい、こういう形で白い根が出てます、うん、これもう今年出てきた根っこですね、はい、この細かいやつですね、うん、なので非常に木の状態としては元気だと思います。でこれ最初来た時結構元気がなかったんですよ、うん、そこから1年弱かけて培養してきました。針金かけてる時も枝もすごく柔らかくてですね、何でしょう、水吸いがもうブリブリで元気がいいのが伝わってきたというところですね。まあ、構造としてはこういう形になるので、うん、
角度としては今のところこうやって上がっちゃうんですよ、角度が斜めに。だからなるべくこのぐらいに寝せてやりたいので、なるべくこっち側はもう極端に落としちゃうみたいな、うんうん、難しいよね。でも結構起きちゃう可能性起きちゃう可能性もあるから、ちょっと毛頭を高く盛るしかない。盛るか、長い根っこだけ切ってます。切りました。あ、だいぶもうちょっとスキリッと、うん、待ってます、はい。いやー、まだ分かんないね、どうなるかは。ちょっと一回見てみましょう。見てみましょう。だいぶ上げない。あ、でも、でもじゃないですか。でも、これ中に入れるってことでしょ、この枠の中に。迫力あるね。入りそう？入りそうじゃない。そこだよね。これはでもこの辺をさばけばいける、いけると思う。でも意外と意外と意外といけそう、いけそうな。今見たらこの辺がちょっと出そうだったのと、ね、あとはこの辺ちょっと詰めて、あ、ここは大丈夫か、この下ですね、下とここかな。でもこの木がこの薄い南蛮に入ってたのはいいポイントでした。あ、なるほど、うん、これが深かったとか土鉢だったりとかすると、うんうん、どうなってるか分かんないんで、こっちはそんな問題ではなさそう。はいっ、はいっ、あー、こんな全然こんな、うん、サイドとか後ろとか、うん、ちょっと隙間がいい。この角度がそんなに気にならなかったです。うん、よし、こんな感じで手さばきはいいんじゃないかと思います。はい、なのでこれをもう角度は切るように土を持っていきます。はい、だいぶ重要ですね、このね、写真を撮って一番いい角度を見失わないようにと、毛と土を張っていきます。はい、毛と土はですね、これ所沢の兄貴のところから、トーナーの兄貴から受け継ぎました。はい、でそれを今一応今のところは毛と土に水苔入れてます。それで練りました。赤玉も入れてない、今入れてないです。だいぶ調子がいい。だいぶ違いますか。はい、しっかり隙間に入るように入れていきます。はい、ここにはだいぶ土を盛らないといけないので、あ、さっきの空洞の部分、そうですね、土手っぽいところはそのままやろうかな、うん、はい、中の部分にちょっと入れて固まま混ぜて、はい、土手っぽいところは混ぜない方が接着しやすいからとか、ひび割れしないかなと思うんですけど、うん、いろんな考え方がやっぱあって、赤玉入れた方が水吸収しやすいとか。あー、そっか、うん、あ、満開、すごい綺麗。お、綺麗だよ。こちら盆栽のリースですね、当時園でやっておりますのでぜひよろしくお願いします、はい、あ、今引き上げてきたってこと。引き上げてきました。あ、綺麗。結構くるなんか狂い出てますよ。狂い出てる盆栽のリース。範囲は、はい、範囲はどこまでですか。範囲はまあ盆栽、いや、点数が多くなれば今日もね、いけるかもしれない。今は大宮です。点数が多くなれば1日使って大宮だけだったんだ。ギャラリーが多いですね、今日。今日はね、リップシートが、うん、ソールドアウトです。砂かぶり席っていうんだっけ、砂かぶり席、エキサイトシート、エキサイトシートに今2人いらっしゃいますね。一応 VIP チケットの値段は8000円となって。あ、安い。安いよね。もう VIP にしたら安い。安いでしょ。まあ安いです。 YouTube かぶり付き月間チケット欲しい。月間か、月謝払ってます。はい、ちょっとつけてみて。
食が立ってるな、うん、ちょっと後ろに寝ちゃうんだ。ここを盛ればいいですね。さあ皆さんもご質問あれば加藤さんにして大丈夫ですので。この状態で植えてケト土には根っこって入ってるもんなんですか？あ、入ってきます、入ってきます。伸びていくと、はい、だからなんかあれですね、見えないところに土を多く持っとくみたいなことを言いますよね。そうですね、もうちょい一体感欲しくない？ちょっと高いですよ、ね、高い。これぐらい、あ、そうですね、このジンがちょうどこの間から、ね、そうそうそう、うん、出るぐらいな、これぐらいかもしれない。一回仮弁してみる。そうそう、ケンさんアシスタントが3名さんいらっしゃいますね。固定されました。仮ね、仮ね、ちょっと待って、めっちゃかっこいい。一体感は出さないと別々だとおかしいんで、うん、そうだね、取ってこう枝がなびいて、お客さんに邪魔しないでくださいね。いいんじゃないですかね、このぐらいで決めましょう。角度は決まりました。固定ができたということで、固定ができました、はい、で下の方にですね、今土を入れ込んでいる最中ですけど、うん、この裏にもこう土を持ってきたいわけです、はいはい、なのでそれも今増設したいと思いますので、ちょっと足していくと、はい、ここはでも赤玉ない方がいいかな。ここは来た方がいいけど、ちょっと流れ出たら、あとはもう含んだけど土ってね。そうですね、ここはデザインセンスですよね。デザインセンス、人材はデザインだと。え、そういうことですね。感じる、さすがのデザインセンスと、いったところでしょうか。ここにはこう置きたいんですよ。はい。土地場へ。ここにも土は持ってきます。つなげた方がいいんですか？つなげちゃいます、今回は。はい。あんまり勢力強い同士だとね、なんかしちゃうと思うんですけど、うん、今回はつなげちゃいます。つなげた方が水持ちがいいっていう、そうですね。メリットもありますね。なんかで、なんか押し込んでます。押し込んで根っこの間に、根っこの間に、そしたら反対側から出てきたりとかはあるかもしれない。こういう長い根っこも一応残しておきます、こうやって、はい、誘導できるように。うん、こうなんかボールみたいなので埋めていく方がいいんじゃない、なんか足していく、まあ効率はいいですよ。効率はいい。このボールを制作しておりますのは高木教授先生、今週の教授でした。これだけ、これしかやってない人いちゃいやりました、高木さん今週、はい、頑張っておりますね。やってますよ、うん、ニトリルとビニールの手袋間違えました。ビニール、うん、手袋間違えたんで、僕ビニールを使って消費していこうかな、うん、あ、買い間違えたってことね。ニトリルって言ってるのに、ニトリで買ってきたんだ。ニトリルって言うんですよ、これ。あ、これの？ないっす。ごめん。性質。だから、いっぱいあったんだ。そうそう。いっぱい、なんかいっぱいあったよね。2発。M で。本当の形はミスをしたと。ダメだ。マイナスポイント。じゃあちょっと祈祷待ちなんで、これを一回終わりにして長寿梅を、長寿梅を、長寿梅をやっていきます。はい、でイメージとしては流れもちょっと出したいので、うん、ここを前にこう行くような感じ、うん、でこういう角度かなと思ってます。なかなかね、珍しい角度というか、ね、そうですね、こういう感じなので、うん、そう意識しながら、ちょっと雑音が入っておりますが、高木さんの足踏みです。いいよ、そんなに行かなくて。巻いてある根っこですね、うん、こちら藤梅もまあまあ古い感じがしますね。あ、そうですね、だいぶ皮も来てるし、来てる感じが。
大変ですね、この石の上げ下げ。そこは欠点ですかね。そこ欠点だね。こんな感じ。ああ、なるほど。ちょっとやっぱこれこの木に合わせて流れを。そう。よくない。うん、いい。しかもその花一輪がいいね。ね。うん。さっきの。ね、流れが。やろう。うん、まあでもそれもこれもこれで、うん、トータル的にはこれがいいっす、うん、ここ的にも全然つきそうだから、はい、掃除灰が設置されております。OK ここに今度は草か草を植えていく。この辺に石章か、うん、植えてます。石章全部じゃなくてもいいと思うんで、うん、まずはなっていくと大きいかな。やっぱり草は標高の高いところ低いところっていうのを考えて使った方がいいですかね。まあ、そうですね。あとは高さと大きさと、うん、とはいえ2倍も気にしない。2倍も気にしない。いる、いらない。もう一個をどうすか、上の方にも追加してみると。続いては小金石だ。小金石だ。なんか小金石田は輪郭の外側にあるとき、いい仕事する感じしますね。そうですね、うん、こんな感じで草はいいと思います、はい、なので今度苔張りをしていきたいと思います。はい、苔、はい、を張ったらもう完成。完成。苔があんまりないので、はい、見栄えのいい苔は正面の方に持ってって裏は壁になっているので、うん、ちょっと背後系に近いようなちょっとカーペットになっているやつを貼って。はい、おお、完成。はい、入りました。心拍の石付き。すごいね、コントラストが出ましたね。うん、かっこいい。いろいろとなんか石感は出したかったんで、見せるとこは見せながら土のこういうところには溶石を持たしたりとか、いろいろな、なんだろう、バランスを意識して作ったんですけど、はい、今まで寄せ植えとか正月にね作ってきたのは、まあ、その中で一つで単体で作ってたじゃないですか。松竹梅でそれぞれ流れがあって飾れるよっていうのは作ってたと思うんですけど、この作品はどっちかっていうともう完全に流れを意識して作ってみました、はい、なので、まあ、今後、この辺のシダとかがもうちょっと勢い出てくれば、ここもボリューム出てくると思います。このね、木が迫力が出てくると全体的により締まった印象になってくるかなと思って。すごいですね。ちょっと時間経過が楽しみな人たちになりました。どうですか。いいです。もうなんか受けを作りたくないね、こっちにね。本当に今飾ってあげたいような、そういう木です。そうもう展示会出せちゃう感じの、はい、あの石の荒々しさもね残ってるし、いいですよね、うん、この木だからあった感じがありますよね。そうですね、石がね。だからなんか最初この石にこれつけるって言った時に、はい、えって感じだったけど、やっぱこんだけやっぱ流れをこんだけ強く出せるっていうか、ここが効いてますね。あ、厳しい環境だなっていうのが、厳しい環境だなイメージできます、うん、なのでまあ要はこれ単体だとやっぱりあれだったんですけど、ここに石をつけたりとかのも結構効いてきましたよ ね、はい、今こう見ると一体化して見えますので、うん、見える、はい、ここにあるから、ここの土の容積があるので、うん、これも自分の気持ちいいところまで持っていけたっていう。なるほど。こうやって上がるような想定だったんですけど、うん、はい、上がらずに持っていけたっていうのは良かったですね。良かった。
でここの陣もあの石から出てるんで、うん、この辺なんかも、一体感が出て古い長年の経過が感じられるような感じられるような、はい、ようにはできたんじゃないかなというふうに思います。構想的にはこの辺がよりここだけだったんです、僕のネックは。そうです、ね、これに行けるかっていうところが不安だったんですけど、うん、できたので、あの針金掛けとこの構想自体はもう自分の思った以上のことができたかなと思います。あの黒バックでやってみます。黒バックできんの？やる。ああ、そういうこと。机の上が結局汚いけどあ、黒背景、あ、でも見やすい。おー、かっこいい、いい木だね。という形で金箔の石突きやってみました、うん、この動画がいいなと思ったりとか、こういう石突き作りたいなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんの応援が力になっております。お、 Please subscribe、 Thumbs up、 Thank you、 はい、バイバイ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。